皆さんタンパク質の社会をご存知でしょうかタンパク質は科学的に言えば20種類のアミノ酸が融合してできた物質ですそのタンパク質のアミノ酸の並びの配列の情報は DNA の遺伝情報に刻まれていますその刻まれた情報の中から無数のアミノ酸配列がありその中から折りたたまれたタンパク質だけが進化的に選択され働いていますこのように選抜されたタンパク質数万種類が我々の体を築き上げ我々の生きる営みを支えています このような数万種類のタンパクが働くタンパク質の社会は我々人間の生きている社会とよく似ていますタンパク質が生まれ死ぬまでの一生というのも大変波乱万丈で周りのタンパク質の影響を強く受けていますこのようなタンパク質の社会は映画のように大変ドラマチックで見ていて飽きることがありませんこのような豊かなタンパク質の社会の中でとかく 新しくでき活躍するタンパク質が注目されがちですけれどもいらなくなったタンパク質はどうなるんでしょうか人間の社会ではいらなくなったものはゴミ処理システムで処理されますタンパク質の世界でもいらなくなったタンパク質が溜まってしまうと病気になってしまいますそれを処理するためにタンパク質を分解するようなシステムがありますタンパク質分解処理システムとしてノーベル賞を受賞した大墨先生が発見したオートハジーリソソーム系と同じくノーベル賞の出たユビチンプロトーソーム系がよく知られています ユビチンプロテオソーム系はターゲットのタンパク質にユビキチンというふうな標識を取り付けそれを目印にしてプロテオソームがシュレッダーのように分解するようなシステムです一方オートファジーリソソーム系はとわみのように膜で歩く角を折って分解するようなシステムになっていますどちらのシステムも単にいらないタンパク質を分解するだけでなくさまざまな生命現象や病気に関与しており近年大変注目されています 我々はこのような分解システムに工学的な技術を持ち込むことによって、タンパク質の運命を人工的に制御して、病気を治そうというふうなことを試みを行っております。タンパク質分解システムをはじめとしたタンパク質の社会は大変魅力的な学問分野です。